千葉県16歳女の子ラジオネーム、夜9時には眠い生徒。夜9時には眠い生徒。スマイル、この曲ほんと大好き。歌詞とかメロディーの明るさと森七先生の雰囲気がめちゃくちゃ合ってて聴いてるだけでワクワクする、うん。今夜はどんな2時間になるのか楽しみです。楽しみよ。やっと会えるわ。スクールオブロック校長の小森です。ロックのスペルは LOCK、教頭のペイです。そして生放送教室には我が校の7組の担任、森七先生。どうもどうもねやっと来てくれましたありがとうございます。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、スクールオブロックにはですね、うん、森奈々先生は去年の4月から投稿してくれてますが、はい、ようやく生放送教室でお会いできた。うん、ね。皆さんはいらっしゃったんですか、他の皆さん。確かに。はいはい。皆さんっていうと、どこを皆さんにするか。ひなちゃんは来てくれたし、モカ様も来てくれたね。アジューで来てくれたね。この間、まあ、山内すずちゃんも来てくれたしね。そうね、すずちも来てくれたし。あ、だから確かに。あ、私、最後。確かに。うん、鳥。そうだね。うん、大鳥です。大鳥か。確かにね。やっと、うん。ね、で、今までね、森七って呼んでたけども、もうこの春から先生になりまして。うん、そう。授業を担当してくれてますけど、どうですか、先生になってもうちょっと経ちましたけど、うん、いや、なんかあれですね、あの無茶ぶり系の企画が多くいや、いつも思ってるよ、それはポテンシャルの高さをいつも感じてる、モリティのポテンシャルっていうか、もう圧でもう無理やり押し出されてます、いろんなものが。そうだよね、大変だろうなと思いながらも、でもこなしてくれるから。いや本当に、いや、さすがよ、本当ありがとうございます。でもやっぱ冷静さがすごくあるわね。そうね。ね、心がすごく冷静。本当ですか、うん、全然なんかあのオーラとか見えないけど、青って感じ。そこまで言ったら見える人の言い方だよ。そこまで言うのは。青のなんか。ねえ、そうだよね。青だね。青だね、なんつって。でもわかるよ、うん、なんか、ね、すごいこう、ないでる感じがする。うん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 。神経が。うん、いや、あの、緊張してるんです、今、結構人見知りで。嘘だ。本当に。あの、そうなの、初めまして、ちょっと緊張しちゃうんです。あれ、初めまして、私は初めまして。YouTube 見てるっていう口、はい、もしかして。出たよ。どいつもこいつも来たら、教頭の YouTube 見てます。教頭の YouTube 見てます。一回ぐらいでも俺の YouTube 見たっていう人いる、来てほしいぐらい。全員見てる。そうです。でもいい YouTube だよね。すごい。俺も見ちゃう。わかる。もう常日頃見ちゃう。もう。わかる。ですよね。見てなくても流しちゃうんですよ。あの BGM 程度でしょ。そうですさすが、わかる。それも本当見てる、うん、こうわ、俺ね、結構あのだからたまに面白かったやつとかツイッターで僕リツイートとかしちゃうぐらい。そうですよね、うん、やっぱりみんなに教えたくなるもん。そうなんだ、あのリツイートって面白かったのは、あの、アイさん、そうだ、俺の中での俺の中での指標なのよ。たまにあんのよ、なんでだろうなって、これみたいな。あ、そうだったの、ありがとう、解明した。さあ、そしてね、女優としてだけでなく、はい、アーティストとしても活動している森奈々先生ですが、はい、昨日6月22日にニューデジタルシングル、うん、バイバイマイセルフが配信されました、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、この曲いち早く森奈々ロックスで届けてくれてありがとう、ね、本当に。いや、ありがとうございました、貴重な時間を。いやいや、びっくりだったよ、ね、うん、すごい話したよね、どんな曲なのかなって、ね、そう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 、予想してね、勝手に ねそうなんです、ああいうちょっと明るめな楽しい曲でした、うんうん。さあ、森奈々先生と一緒に送る今夜の授業は、じゃあ森ティーチャーよろしく。迷える森の奈々相談室。さあ、来ました、まさかこれが生放送教室で来るとはとは。よく出るんで、さすが。まあね、迷いの森に迷い込んだ悩める生徒の相談に乗っていく森七ロックスのスタンダード授業でございますが、今夜は僕ら3人でね、生徒の相談に乗っていきたいと思います。ある種いいのかな、森セブンとかよりかは。あれはやめた方がいいと思います。結構やってるけどね。泥船に乗るってことですからね。そうだったの？ほぼ。泥船に乗るっていうことだったの？やっぱ自分でどう飾り付けするからですよね、あの泥船に。あれは森七のポテンシャルがなきゃね、ちょっとね。そうかそうか。私はもう。デコレーションしてね。いかに綺麗な船に見せるかっていうところね。見せるかっていうのを毎月汗垂らしてやってます。頑張ってるわね。でもどうですか、なんかこう、いつも、すごい親身になってさ、生徒のみんなと話してくれるけど、生徒と直接話すっていうのは、なかなかない機会なんで、あの、楽しいですし、そう、私を頼ってくれる友達ってのはあんまいなくて、実は。なんで、嬉しいんですよね、なんかこう。どうしたらいいですかみたいなの？先輩な感じが、ちょっと嬉しいなって思いながら、
な、せっかくだったらもう本当に完全になしになって帰ってほしいなと思いながら、うん、あその悩みみたいなものがね、はい、うん、だからすごくしっかりしてるなって思う、うん、今年だって20歳でしょ、はい、あ今年20歳と1歳です、20歳と1歳か、21か、今が20歳で今年20歳と1でしょ、だって20歳と1でそんだけしっかり喋れるって、はい、見てきたのよ何かをね、しっかりと、しっかりと見える方ですもんね。占い師インチキ、インチキなんですけど、インチキ占い師さんからすると見えるでしょ。、うん、すごいあるよね、でもその ね感覚がね、うん、だからね、そうゆっくりこうやっぱ向き合う感じだったりとかさ、うん、なんか直接一緒にこう、うん、話していく感じだったりとか、うん、向き合い方だったりとか言葉だったりとかっていうのは、うん、なんかすごくね、同じ目線ですごくさ親身になって話を聞いてくれるよね、うん、そう、ちゃんもね、よかった、だからたまにあるもんね、聞いてくれって、うん、我々が聞いてほしいってなる、あそう、話を、それじゃあちょっと、うん、あのレターで送ってほしいです、レター、はい、レターでちょっと送るわレターでね、お願いします、ここからは、モカ学の講師、上白石モカ先生によるアデューロックスの時間。今夜は、生徒の好きな歌、萌えている歌を学ぶ、萌え歌の授業らしいです。来ました、萌え歌ね。萌え歌。どうよ、モリティ。なんか去年、モカ先生のこと大好きって連呼してたじゃん。マジ、曲が本当にいいなーって。もう、ね、モカ先生もとにかく素敵な方なんですけども、やっぱ曲が好きで声とか、カバーしてるなんかものとかも出るけども、うんうんうん、それも最高、自分の曲みたいな、もう声がいい、あの欲しいです私は。ください、いやいや、ください、モリティもいい声よ。そうね、でもなんかいいよね、このお互いもともとさ、あのガールズロックスの生徒ちゃんだった二人がお互いの歌を褒め合いながら、うん、声を褒め合いながらみたいな時間、ね、尊いよね、セッションが見たいわね。古い言葉が。セッション、ちょっとおばさんかもな。セッションはおばんが出ちゃった。セッションが。じゃあ今日はちょっとせっかくだからモリティにね、はい、アデューロックスの振り、うん、お願いしてもいいかな。はい、いきます。アデューロックス、モリティー元気ー、ナナちゃん元気ー、すごくお久しぶりだよね。あれ、ね、この前、チラッと会ったよね。あれ会ったよね。そう、3年組で共演して以来、なかなか共演もできてなくって、ずっとお出かけしたいなって思ってるんだけど、なかなかいろんなタイミングが合わなくって、日々思いを募らせております。本当にね、ナナちゃんは、もうそこにいるだけで、周りの空気を浄化させていくような、そういう力があるし、本当に、ナナちゃんのね、笑った顔が私大好きなんで、これからもたくさん、笑った顔を見せてください。ファンです。ということで、ぜひ、いつか、モリティと一緒に授業ができたら嬉しいです。楽しみにしてます。我が校の7組の担任、森七菜先生を迎えてお届け中、どうもーす、どうもーす、どうもーす、力強く来たわ。元気だよね。どうですか、緊張は。いや、まあ、そこそこ、はい。まだしてる、まだもうちょっと、はい、やらせてください。ちょっとね、今30分経ったけど。もうだって1年ぐらいいるのよ、この学校には。いや、もう生放送っていうのもなかなかなくて、ちょっと。それがちょっと、もう、はい、緊張してます。まだまだ。東京都16歳、うん、女の子、ラジオネーム、ごっつんこパンダ。ごっつんこパンダ。はぁ、耳が幸せって言ってる。モリティの声、いつもより長く聞けるの嬉しすぎるので、今日は最後までちゃんと聞きます。確かに。ありがとうございます。そんなこと言ってくださる方がいるなんてと思います。いや、そうよね。私たちも嬉しいもんね。嬉しいよ。いっぱい声聞かせてくださいよ。ほんとよ。ちゃんとよ。わかりました。何この独特のまま。いいわね。さあ、森七菜先生ですが、昨日6月22日にニューデジタルシングル、はい、バイバイマイゼルフをリリースしました。この曲ね、先週の森七菜ロックスで初解禁しましたけども。うん。はい。千葉県13歳、女の子、ゆいな。ゆいな。
モリティの新曲バイバイマイセルフ、ポップなイントロで初の、曲名が英語なのと、うん、今までのモリティの曲のどれとも似ていなくて新ジャンルな感じですっごい好きです。私がバイバイマイセルフで特に好きな部分があって、サビの英語のモリティの英語の発音とここのテンポがとっても好きです。そうね、ポップだったね。確かにね。ありがとうございます。どうですか、発音はちょっと英語の曲を歌うのが初めてだったんで、だいぶ緊張したんですよ。なんかこうどうやってトゥモローっていうのか、チュモローっていうのか、いやそれを先生に教えてもらって、でもチュモローっていうのちょっと恥ずかしいなって思ったけど、やっぱプロなんだと思って頑張って歌いました。 そこはねやっぱね切り替えてね。英語は喋れるの？もう奈々ちゃん全然喋れないです。あ、そっかそっか。あの大分弁とかしか喋れないんで。なんでそこ限定なの？日本語で大分弁ね。なんで難しかったですね、やっぱり。福岡県20歳男の子、ラジオネーム、はい、ナナモリーナ。おー、ナナモリーナ。バイバイマイセル最高です。タイトルを聞いた時少ししんみり寂しい歌を想像していましたが、うん、とても明るく前向きな歌で、自分の寂しい気持ちにバイバイと別れを告げ、未来に向かって明るく行こうぜという感情が湧いてくる楽曲でした。森山直太朗さん×森七菜先生のダブル森で制作された最高の楽曲です。ということで、この楽曲ね、森山直太朗先生が提供してくれた曲ですけど、はい、森 T は森山 T とどういう。森山 T。森山 T とあの、あれです、エールっていう朝ドラで一緒に、あの、お仕事したことがあって、まあでも共演したことなかったんですけど、はい、あの一度だけそのすれ違ってお会いしたことはあったんですけど、その時にからは私のことをどこか気にかけてくださってたみたいで、あの今回歌を作ってもいいって言ってくれたんですよ。なんですごい嬉しくて、どんな曲が来るんだろうなと思ってて、私のことをイメージした曲だっておっしゃってたんで、かっこいい曲でびっくりしましたね、思ったよりも。なるほど。普段はもうちょっとこう子供っぽく見られやすいので、そんなこう芯のある凛々しい曲を与えてもらってすごい嬉しいです。なるほどね、分かってたんだろうね。だからね、その直太朗先生は、ね、うちにあるね何かっていうのをね、森山 T はね。どうですか、なんかリンクしたところというか、自分がこの曲歌ってみて、自分の曲として表現した時に、なんかいただいた曲でもあると思うんですけど、リンクする部分とかあります、はい、自分と。そうですね、なんかやっぱどっかこうすさんだ気持ちとかと、なかなかお別れできない自分とかも、実はいたりするけど、それがこうなんかお別れできた時にすごい嬉しいんだっていうのを、なんか20年生きてきた中で何回かあったなっていうのとすごいリンクしましたね。なるほど。説得力があるわ今の言葉ね。ほんとよ。ミュージックビデオも公開されてたし、なんかね、よかった、はい、あの写真コラージュな感じと、あんなにずっと顔面アップされてて持つってまあすごいと思うよ。ありがとうございます。お花くる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 、お花くるくるしてたよね。そうですね、お花をもう持て余してくるくるしてそうね、絵が持ってたわね。いやでもなんかこう改めてね、なんかあれを見た時の、なんか一人のやっぱ森七菜先生の力強さみたいなのも感じられるミュージックビデオだったし、ちょっと楽曲と合わせてね、一緒に聴きたいなって思うから、ちょっと今一緒にいる聴いてくれてる生徒のみんな一緒に聴いちゃおうぜ。東京都16歳男の子、ラジオネームマイティーソー先輩。マイティーソー先輩。可愛いミュージックビデオとポップなメロディーだけど、歌詞はちょっと切ない、胸がギュッとなるところもあって、何回聴いても楽しめる素敵な曲だと思いました。沖縄県18歳男の子、ラジオネーム、ヤギサシ。ヤギサシ。昨日配信されたバイバイマイセルフ、曲調も MV も最高でした。今日の昼間は日差しが強かった中、日陰でこの曲を聴いてみたら、とても夏味を感じたし、夏の暑さも吹っ飛ばしてくれそうな感じがして、風が心地よかったです。高校3年の夏、最高のスタートになりました。栃木県17歳、カーペットダンプティー。カーペットダンプティー。ナナちゃんこんばんは。新曲バイバイマイセルフ、ポップなテンポがすごく好きです。ミュージックビデオ公開されてからめちゃめちゃ見てます。ありがとうございます。皆さん、すっごい嬉しいです。なんか、誰が見てくれてるんだろうって、やっぱわからないんで、こういう声が実際に届くとすごい嬉しいですね。そうだよね。時間湧きますね。
もううちの生徒はみんなこぞって聞いてるからね。そうよ。本当ですか、ね、まだまだ届いてんだもんだって。そうよ。本当でそうなんですか、うん、そうよ。いっぱい。それ読むだけで今日終わっちゃうぐらい。それはちょっと私のプライベートで。ねえ。この曲をさ、やっぱさ、芯を食ってるブレないこの女が歌うことが意味がある、ね。やばい、ね。この女って言われたかった。やめてよ。そんなこと待ってたの？もしかして。そうだよ。やだ。うちの用語集にも載ってるぐらいだからね。この女っていうね。さあ、森七先生を迎えて送る今夜の授業は、迷える森の七相談室。迷いの森に迷い込んだ悩める生徒の相談に乗っていく森七ロックスのスタンダード授業。今夜は僕ら3人で早速生徒の相談に乗っていきたいと思います。はい、じゃあ、ちょっと早速電話していきましょうか。はい。大分県14歳ラジオネームアクティブハル。アクティブハル。お久しぶりです。今回相談に来たのは楽しみがないということです。部活も引退となり楽しみがなくぼーっとしています。もちろん今の生活は楽しいです。しかし何か物足りないと感じます。同じ大分出身の森先生と校長教頭と一緒に考えてほしいなと思います。ということでちょっと電話してきますか。はい。もしもし。もしもし。校長の小森です。教頭のペイです。そして森七菜です。大分県14歳、アクティブハルです。アクティブハル。14歳、学年は？中学3年生です。中3か、うんうん。まあ、だからね、ちょっとさっき書き込みを回してもらったんだけど、まあ、部活も引退になって、ちょっと楽しみがなくなったってことだけど、もともと部活は？卓球部をしていました。卓球部か。そうか、うん。どうだったの？部活をやってる。その、まあ、部活生活みたいなところは、うん、アクティブハルにとっては。やっぱ、その、メンタルが鍛えられたりとか、その、もう本当、人生の一つで、なんか一番楽しいものを見つけられたかなって思います。ああ、そうか。じゃあ結構部活に欠けてたんだね。はい。部活はいつ引退したの、うん、もう本当、2週間前ぐらいで。あ、最近ね。そうか、そうか。うん、他にもう部活は卓球一本、うん、あ、いや、もう一つ、陸上してて、あ、兼部してたのが、はい、そうか、うんうん、すごい、それももう今はって感じ、そうですね、まあ、うん、この間試合が、うん、大会があったんですけど、うんうんうん、その時も 1500m 走った時最下位でみたいな、あー、なるほどね、うん、で、はい、引退のタイミングも重なってなんかちょっとこう不完全燃焼のまま終わっちゃったみたいな、はい、そうですね、どうです森 T は、うんうん、なんか多分お仕事とお仕事がつなぎになることって多分あると思うんですけど、うん、切り替えとか、まあ、大きい仕事1個終えた時に燃え尽きになっちゃってから頑張るぞってなるためにみたいな、うん、あります、ね、いやもう自分の中よりもやっぱ誰かに出会うことの方が大きいかもしれないですね、なんかこう誰かに新しい風を吹かしてもらうことが、うん、私は一番こう大きな風力になるなとは思います。だから憧れの人とか、うん、お尻を叩いてくれる人がいたらやっぱその人が一番自分のことよくこう見てくれるなって思う人の言うことをよく取り入れたいなって思う、うん、そういう人に出会えたらラッキーだなって思うまで、うん、私はじっとしてるかもしれないです。ああ、時を待つ。待つ。あ、なんかもったいないっていうか、うんうんうん、何やってももうもったいないなと思うし、うん、それはそれなりで今楽しもうみたいな、いっぱいご飯食べたりして、うんうんうん、なんかお休みみたいな感じで休んでますね。そうか。アクティブハルは今中3だからもう受験の時期でもあるよね。はい、そうですね。まあだからそういうのの狭間の中にいるからっていうのもあるんだろうね。はい。ちょっとモリティがね、今なんかこうね、好きな人だったりとか、うん、憧れの人にこう背中を叩かれたりとか尻を叩かれるとね、うん、うまくいくっていうことを言ってたけど、はい、ね、アクティブハルはあれなんでしょ、モリティ大好きなんでしょ、めちゃくちゃ大好きです。早い返事 ね, ね。だから今のねモリティ議論でいくと、うん、モリティにカツを入れてもらえれば、はい、お願いします。一歩頑張れるんじゃない？
めちゃくちゃ頑張ります。欲しいよな、勝つな。めちゃくちゃ欲しいです。お前進みたいよな。はい。それでは。もうまたここで食べな。泥船大丈夫？乗させられたよ、校長に。なんかちょっとアクティブ春に一言かついただいてもいいですか？はい。1位になりたいんだろ？はい。なりたいんだろ？はい。いいのか？みんなの背中を見て、悔しくなかったのか？めちゃくちゃ悔しかったです。よし。突っ走れ！はい。よっしゃどうやってバルめちゃくちゃ気持ちいいです。あ、気持ちよくなってるわよ。大分で。よかったわ。気持ちいいよな。はい。今のままだったら一歩進める感じするよな。めちゃくちゃ進めます。うん。よかった。どうよ、明日から頑張れる頑張ります。解決しちゃった。でもなんかこういうきっかけがさ、あるっていうのもね、非日常なわけじゃない。そうね。やっぱりね。うん。でも今日これ起きてることは今現実だからね、秋葉原。うん。うん。いろいろ悩むことも、まあもちろんあるだろうけどさ。うん。今の森 T からもらった言葉で頑張ろう。はい。うん。じゃあ、まあ受験もね。そうね。まだまだあるだけど、あるだろうけど、本当厚い壁に向かって、突っ走っていこうぜ。頑張って。はい、うん、頑張ってください。じゃあね。バイバイ。こんばんはすー。こんばんはです。こんばんはですね。こんばんはです。お願いします。お願いします。お願いします。うん。なんかいい、その空気感が俺、すごく好き。なあ。本当ですか、うん、森七の間、あるよね。わかる。あ、本当ですか、うん、自分じゃ、自分なんで感じないんですけど。うん、まあ、そうですよね。わかんないわよね、自分ではね。なんかさ、独特のあるよね。うん。もう、間だけじゃないのよ、でも。あ、なんですか全身よ。もう、人間が、人間がいい。わかるわかる。人間がいい。愉快。愉快違うな。うん。ちょっと原宿のまま頼みますよ。そうね。面白いね。いや、面白いよね。もっと知りたくなるよね。わかる。魅力的だよね。うん。そしてね、森七先生は女優としてはもちろんですけど、アーティストとしても活動中です。どうですか？なんかこうやってリリースが続いていくと、なんかいつかライブ見てみたいなと思う生徒もいると思うんですよ。だから、なんかワンマンライブやってみたいな、みたいな思いはあります。ね。ありますね。だんだん順調に曲も増えてるので、緊張しますけど、うん、それこそこう地元の大分に帰って、ライブとか夢ですね、一つの。一つの、ちょっとコロナになっ、あの、うん、コロナ禍でね。なっちゃったりして、なかなかできなかったんで、また帰りたいなって思います。まあ確かにね。凱旋ライブは結構テンション上がるでしょうね。うん、はい。だから前回やった時もすごい知り合いも来てくれたし、地元のこう、子供たちとかも来てくれたりしたんで、すっごい楽しくて、なんで、またやってみたいなと思いますね。輪も広がりますしね、ライブってね。ちょっと、だから7組の生徒は、もう掲示板だったり何だったりで声を上げてもらって、ワンマンライブしてほしい、ワンマンライブしてほしい、その声がいつか届いて、ワンマンできる日を、みんなに願いましょう。行かせて。ありが、あ、いいんですか？もう隅の方でね。後ろの隅の方で。いや、もうど真ん中で。いやだ、いやだ、そういうのダメだね。そういうのダメダメ。真っピンクの席を。いや、いや、しますね。椅子の色まで変えるの。やめてよ。来たら一目で分かるようにしよう。いやよ。いなくても分かるように。いやよ。いなくても分かるの。いやよ、そんな。気まずいわね、なんか、行かなかった時の。間違えて行かなかった時の。さあ、森七先生迎えて送る今夜の授業は、迷える森の七相談室。迷いの森に迷い込んだ悩める生徒の相談に乗っていく森七ロックスのスタンダード授業、はい、今夜は僕ら3人で生徒の相談に乗っていきます、うん、ではちょっともう早速電話していきましょうか、はい、岐阜県14歳男の子ラジオネーム森の七つの野菜森の七つの野菜森ティー今日まですごく楽しみにしていました。森ティーに相談があるのですが僕にはすごく仲のいい女子がいますそれが幼馴染みで、いわゆる友達以上、恋人未満の関係なんです。周りの人からも付き合ってんの？とかよく聞かれます。僕もその人に、
気になっているので発展させたいなと思っていますが、そこが問題なんです。どうしたらいいですか、モリディー。もしもーし、もしもーし、今週の小森です。やったね、優しい。小森さんです。私もしもし言われてなかった。勢いが高すぎてね。お名前聞いてもいいですか。はい、岐阜県14歳、ラジオネーム森の夏の野菜です。うん、おー、森の夏の野菜、14歳、学年は中2です。あ、中2校には好きにしなさい。はい、ありがとう。よっしゃー。好きにしたいんだよね、今、逆にね。はい、好きにしたいです。幼馴染。はい。いつから一緒なの。うん。え、幼稚園からです。そうか。はい。じゃあもう10年ぐらい。そうですね。家族同士はどうなの。あ、結構お母さん同士が仲良くて、小さい頃から、バーベキューやったりとか、結構、こう、遊んだりはしてます。羨ましい、仲良しだ。ねえ、いい関係だ。いいね、羨ましいな、俺、幼馴染の、そういうの、ないかったからさ、家族ぐるみで。ねえ、羨ましいよね。羨ましいです。私は、あ、でも同じマンションの子たちと、ああ、いいね。みんなでこう。いいなぁ。やってましたね。羨ましいよ。それでさ、その、相手の幼馴染ちゃんのことを意識し始めたのは、いつ頃なの。小6ぐらいですかね。おー、何がきっかけで？あー、こう、ちょっと話をしてたりとか、こう、あだ名っていうか、ちょっと、まるまるくんみたいな感じで、呼び合ってるので、呼び合ってるか呼んでくれてるので、それでなんかすごい親近感っていうか、こういうのが湧いて。で、やっぱ幼馴染だろうからさ、周りから見るとやっぱちょっと特別な感じに見えんのかね、付き合ってんのみたいなのよく聞かれるんでしょ。はい、やっぱりなんか名前も呼び方も、その、まるまるくんみたいな感じで、呼んでるし、よく喋るので、それでよくなんか、お前ら付き合ってんのみたいな感じで言われます。うわー、まずい。いっぱいですね。ねえ、いいじゃない。うん、友達には言わないの？好きって。ああ、はい、言わないですね。なんでよ。いや、ちょっとその子は、女子からも男子からも人気のある子で。なるほどな。モテモテなんだ。はい。まあ、敵を作りたくないみたいなところもあるしね。変にね。はい、普段は何の話して盛り上がるの？うん、いや、普段はですね、モリティとか、その子もモリティが好きなんで、あと、広瀬すず先生とか、はい。今日、その話をいつもしてます。いるよ。そうなんですよ。話の中心が。私です。はい、私でしょうか。呼ばれてますか、私が。森七ですってね。あ、じゃあ今結構テンション上がってんだ、森の七つの野菜。はい、なんかもう涙出そうです。マジでありがとう、嬉しいよ。うん、嬉しいね。でもやっぱ、なんかその、幼馴染とは、どうなの？一歩先進みたいみたいなのあんの？うん。ああ、やっぱりちょっと、こう、親しさとかもあるので、少しちょっと、なんか、発展させたいなとか、そうね。思ってます。お出かけとか？ああ、はい。したいよね。デートみたいなことね。はいはい。誘えるタイミングはないの？誘えるタイミングは、学校とかだとちょっとあれなんで、うん。お互い同じ習字教室をやってて、ね、それで隣の席なんですよ。あ、なるほどね。また習字教室通ってんの、二人で。はい、いいね。独特だね。いいね、いいね。隣の席。すごい、それで、そういう時に、そういう時に森木の話とか、するんだね。嬉しい。いやーでもなー、ほんとはちょっとなんかシミュレーションとかできたらいいんだけどね、デートに誘う。出た。あ、やってみたいです。じゃ、でも、いや、いない、やってみたい。はい。でもなー、俺、習字のその感じは急にはできないなー。俺もできないっすよ。習字はやったことないですよ、私。いや、もう一回お願いします。リクエストが。いや、これちょっと、習字教室で、モリティがその、相手の女の子みたいなのって、いけたりしないですかね。やりますよ。ありがとうございます。すいません。早いわ。じゃあ、ちょっと森の七つ野菜、今から、もうほんと、4秒後ぐらいに習字教室だと思って。はい、習字教室。
どうよ、森の夏の野菜、今日何書くよ。俺、四文字何書くか悩んでんだよな。森の七つの野菜。はい。何書く今日は。いやー、今日何書こっかな。なんか難しいよな、テーマもわかんないしな。あなたこれ。どうしたこの羽とか難しいよね。ちょっと、森の夏の野菜、いつも仲いいながらちょっと隣聞けよ。あ何書くそういうことびっくりした。いや、ちょっと、ナナさん。ここはなんかどうしたら書ける、うん、なんかわからんねんけど、あれじゃないこの教科書にさ、払いを、もうちょっとこう、ここちょっと強いかもな。ああ、そっか、確かに、そうやな。じゃちょっと書いてみよう。うん。おい、来週の日曜日空いてるかって聞けよ。え来週の日曜日空いてるか聞けよ。ちょっと、ナナさん。来週のちょっと、期日空いてますか？日曜日、うん、空いてるは空いてる。本当？この前なんかちょっと美味しそうな店見つけたからさ、ちょっと、食べに行かない？いいよ。全然いいけど、美味しそうな店ってどこ？ちょっとこれなんだけど、このかき氷さ、美味しくない？美味しそうじゃない？いい。美味しそう。かき氷ちゃんと食べたかったかも。暑いしね。そう、これからなんか、はい、暑いから。食べ行こう。行きたい。久しぶりなんだ、こういうの。本当？うわぁ、楽しみやぁ。終了ちょっと待って。校長、いたんですか？あ、僕、いました。はい、確かに。書道教室にいたんだ。あ、僕、書道教室います。あ、いたんだ。あ、後ろの席とかにいたの？あ、いや、隣です。あ、隣、左に校長、真ん中に森物夏の野菜。そして、右手に七つ。三つどもえだったんだ。三つどもえです。まさかのね。はい。あ、ちょっと。びっくりしちゃったよ、だから最初。校長が行くから。いたんですね、と思って。あ、違います、僕。本当に、はい。僕、岐阜県15歳。あ、そうだった。はい。ラジオネームダークサイド京都やってましたね。びっくりしちゃった。そう。あ、そうなんだ。急にこう世界にログインしてきたんだ。びっくりしました。あ、ログインとかじゃないです。いたんで、もう僕はもうプログラミングされてるんでね。いや、でもいけるじゃん。かき氷。いや、本当ですか？うん。でも本当にあるんですよ。でしょ嘘じゃないんでしょかき氷。あ、そうですよ、そうですよ。あ、そうなんだ。じゃあもう、そこはもう一歩勇気出していけば、この調子でいけると思いますよ。だって仲いいんでしょもともと。はい、結構、はい。大丈夫ですよ。これ押してもいいですよね。いや、押さないと、何なんだっていう、波も立たないですから。そうよね。そうよ。かき氷ってのも良かったよね。かき氷もいいですよね。ちゃんと女心。本当ですか？そう。多分今流行ってるやつでしょ、きっと。なんか。ああ、おしゃれなやつ。多分、そうだと思います。ただのかき氷じゃないのよ。ラーメンとかね、焼肉もいいけどさ。いいけど。かき氷いいね。かき氷いい。いいね。映えるし。映えるしね。絶対いけると思う。写真撮れるしね。そうね。映り込んじゃってみたいな。あんたじゃないんだからみたいな。ヒーなんて。勝手に盛り上がって。そうね、でもそうね。うん、いけるよね。ちょっと頑張ろうよ、今のシミュレーションがあるんだから。うん。はい。うん。頑張るぞ。はい。よっしゃ。じゃあちょっと、いつかの習字教室で、はい。同じシチュエーション作って頑張っちゃって、はい、あ、ちょっと待ってください。はいよー！すごい僕、モリティが好きなんですよ。はい。もしよかったら、最後に、明日期末なんで、応援のメッセージお願いします。わかりました。フレー！森の夏の野菜！頑張れ！京都好きでしょ、これ。あなたに会えてよかったね、きっと私。しっかり歌ってくれんじゃん。いやー、いいわー。ね、モリティの声も相まっていいわね。いいよね、またちょっとね。ありがとうございます。いいわ。嬉しいです。森の七つの野菜がさ、もう途中からさ、森七を自分の女みたいにさ、思ってたよね。いや、よかった、あれが。それぐらいいかないんだよ。いい。ね。いいエチュードでした。最高だったよ。さあ、まだまだ、行きますか。東京都18歳ラジオネーム、ワニシモ。ワニシモ。森奈々さんへ、はじめまして。私は人と話すのがあまり得意ではなく悩んでいます。大学で同級生が話しかけてくれてもうまく会話を続けることができず、いっそ誰とも何も話さずに生きていきたいとすら思っています。どうしたらいいか全然わからないので、奈々先生、ヒントください！ということで、もしもーし！もしもーし。
校長の小森です。教頭のペイです。そして森奈々です。東京都18歳ラジオネームワニシモです。ワニシモ、ちょっと今ね書き込み読ませてもらったけど、大学で、まあ、18歳だから大学1年生かな、今。はい、そうです。あんまりこう、うまく会話ができないんだ。そうですね、なんか、相づちで終わっちゃって、あまり続けられないです。なるほどね。周りはこう、知ってる人はいないの？そうですね、高校とかの友達も全然違う大学に行っちゃったので、元からの知り合いとかはいなくて、なるほど。だから話しかけられるとちょっとなんかこう緊張しちゃってみたいな。そうです。話したくないってわけではないんでしょ？そうですね。できれば、話して盛り上がりたいです。どうですかね？モリティは結構現場とかで初めましてになる人が多いじゃないですか。そうですね。どうやってコミュニケーションを取ってるんですか？わあ、どうだろうな。まあ普通にこうお芝居通しての方が仲良くなった気持ちになるんですけど、なかなか実生活でそれできないんで、あの友達とかはやっぱできにくいんですよ、なんか。だからどうかなって考えた時に、途中から友達を作ろうってするのをやめた時に、なんかこう無理して、なんか何か話そうと思って、その力みが相手に伝わると、なんか向こうも居心地悪いんだなって思って、で、辞めた時に一人友達がピョンってできて、なんかこう、それが、こう、初めてぐらいこんな仲良くなったみたいな女の子が一人できたんで、やっぱ無理しないことってすごい大事なんだなって思いましたね。だからちょっとね、ワニシモも今ちょっとこう、ね、話を盛り上げないとみたいに頑張っちゃうこととかもあんの？そうですね。まあ、なんとかして続けなきゃってすごい焦っても、まあ結局ちゃんとうまく添えれないでみたいなことが多いです。まあね、どうすれば会話がみたいなね。校長先生ぐらいね、適当な人間だったらね、ペラ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 喋れる。考えちゃうとなかなか出づらいもんね。どうしてる？教頭とかは初めての人と話す。でもわかんないけど、私はもう最初は相手に気持ちよくいかにさせるかを考えるから、もうそのワニシモがあまり会話を弾ませることができないのであれば、もう相手が気持ちいい相づちをとことん貫くというか、追求するのを私は最初にやって、で、打ち解けてきたなと思って自分の言葉も届くかなと思ったら、自分の言葉を相手に届けるっていう順番で関わってるかもしれない。最初はもう相槌だけでもいいから、とにかくもう乗せて乗せて。なるほどね。気持ちいい相槌ってあるじゃない？ある。多分その人その人に対して。それをこう探っていく感じが私は好きだったりする。はい。モリティはどうですか？私、話すの得意じゃないし、そんなにこう好きだって思わない時の方が多くて、それはもうなんかこう、役とかに入って途中とかだと、やっぱこう、なんか、どこの狭間で生きたらいいか分かんないみたいな時とか、相手にすっごい、それこそ心地悪くさせてるな、みたいな時、多いんですよ、家の中とかでも。なんで、そういう時はもう諦めちゃうっていうか、その、自分が関わらないことによって、ってしちゃうんで、今の、教頭の、その、アドバイス、めっちゃ、私もすっごい心に染みました。なるほどなーって思いました。言葉が出てこないからさ、やっぱ緊張しちゃうとなおさら、相手のことは好きなんだけど、なんか言葉が出てこないみたいな時って、どう好意を伝えたらいいんだろうって思ってたけど、相槌だけで、そういう方法もあるんだなと私も思いましたね。目の動きとね。さすが。どう、なんか、ワニシモ的に今、モリティが言ってたみたいに、なんかこう、友達をって逆に緊張させた方が居心地悪くさせちゃうのかなっていうのと、教頭のこう、頷き方みたいな、こういうアドバイス聞いてみて。いやなんか、もう本当に、目から鱗で、はい。もう、いつもは、相づち打って、その後何話そうっていうのをばっかり考えてたので、その、相づちの打ち方とか種類とかを考えるっていうのは、
本当にためになりました。もしさ、また機会があったらさ、ここにもう適当にベラ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 一生喋り続けられる校長がいるからさ、うん、相槌お試しマシーンみたいに今度使ってよ、俺のことを。一生喋り続けるから、俺。怖いわね、それはそれで。もう、もう疲れましたっていうぐらいやるからさ。そうだね。なんか思い出したら、こんなやつもいると思ってさ、投影して、うなずいてみて。はい。ありがとうね、話聞かせてくれて。ありがとう。ありがとうございました。頑張ってね、大学。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ黒板のお時間です。スクローブロック授業の最後はいつも黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。今夜は森七菜先生にお願いしたいと思います。お願いします。お願いしたいと思いますの前に書き始めてた。それがいい。ね、いいよね。そこがいい。さあ、明るさとは別にさ、その持ってる繊細さみたいなところが、俺はすごく好きだけどね。包み隠さないね。そうそう、それもすごくいい。素直さがあって、面白いわ。じゃんさあちょっと待って、うん。黒板読み上げてもらってもよろしいでしょうか。じゃんドラブネ上等。おわ、かっこいい。込められた思いを聞いてもよろしいでしょうか。ドラブネ、というか、まあ、無茶ぶりばかりのスクールオブロック、大好きです。スクールオブロック、ブルボンがお送りしました。東京 FM をキーステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。ということで、鹿児島県17歳男の子、ラジオネーム、村奈々ちゃん。村奈々ちゃん。今日は奈々ちゃんのラジオを聞けて最高の一日でした。これで明日も頑張れそうです。本当にありがとうございました。よかったです。東京都17歳男の子、ラジオネーム、うさぎのミルク。うさぎのミルク。森 T への愛で溢れ返ってますね。生徒たちのコメントを見てるだけでも。スクールオブロック、そろそろ下校の時間です。ということで、鹿児島県17歳男の子、ラジオネーム、村奈々ちゃん。村奈々ちゃん。今日は奈々ちゃんのラジオを聞けて最高の一日でした。これで明日も頑張れそうです。本当にありがとうございました。よかったです。東京都17歳男の子、ラジオネーム、うさぎのミルク。うさぎのミルク。森 T への愛で溢れ返ってますね。生徒たちのコメントを見てるだけでも笑顔になれます。嬉しいです。止まらないですよ。迷える森にいる生徒たち。そうだね。本当に、そんな、いつも、手応えを感じない時も多いんで、嬉しいです。ね、泥船っていうぐらいですもんね。不安なんでみんな救われたかなっていう。いやいやいや。嬉しいですね、そう言っていただけて。何枚か救われてますよ。よかった。嬉しい。来てますよ、岐阜県14歳男の子、ラジオネーム、森の7つの野菜。先ほどはセンキューでした。もうすごく興奮してます。ストーリー的なこともできて、すごく嬉しかったです。だよ。上がってるな、テンションが。上がってますよ。そのまま行こう、もう明日。そう。明日ないか、でも習字教室どうだろうね。あ、そう、毎週日曜って言ってたね。日曜か。今週末じゃあ頑張って。そうだね。だからちょっとこれからもさ、7組を。そうね。お願いしますよ。頑張らせてください。いや、もう、俺らも助けられてますから。いや、よかったです。会えてよかったわね、本当に今日。ね。あ、嬉しい。今度どっちか7組に呼んでください。いいんですか？はい。どっちか選んでいいんで。今は言わないでくださいね。はい。傷ついちゃうんで。何を言ってんのよ。わかんないじゃない。さあ、スクールオブロック教える主人、再び開講。起立。最後一緒に挨拶お願いします。はい。ね。また明日ー。